どこに入ってんの、ちゃいちゃん。これ、ね、ちょっと今まだ片付いてないんだけどね。ちゃいちゃんがマロンが先に入ったのよ。見える。したらね、こう入れるんかってね、だいぶ足も悪いでしょこれ。ちゃいちゃん入っていったよ。ちゃいちゃん出ておいで。撮影帰り。ちょっと片付いたかなって感じだね。一応これ。ちゃいちゃん。ちょっとね、新聞紙がね投げ込んであるからね。こんなとこ。オンって言った。あかんあかん、カキカキしとる。そこでトイレしっといて、よんちゃんちゃん。コモクロちゃんを入れるかな。キッチだけにしてよ。キッチだけにして。な、おちゃんな。カキカキしとると怖いねな。でもなんか、居心地良さやね。ふわふわしとって、毛布みたいね。何があるの？何があるの？持って帰ってもらえ、引っ越しでこれ。ちょっとから片付けるね。ここ、うん、ね、いじめや。返して。よいしょ。まさかおるよ。ちょっと片付けるでね、この荷物。ちゃちゃ出るときは気をつけてよ。出るの？出れるの、ちゃちゃ。これ不安定でしょ。じゃあお得意のソファーへ登る。すごい好きやもんね。大丈夫だ。でも前々回の家ではこれやったやんか。登ってたっけ？登ってた。いや、あってすんのな。ちょっとどうしようね。降りれないんじゃないの、ちゃちゃん。そんなとこ行かないで。また不安定なとこ行くね、あなた。ね、手大きく広げていくね。かかと。どうせ行くやろ、こっから。すごい汚いな、今。あ、これね、紹介いたしましょう。これ、なんでしょう。これはね、買取ショップでね、僕が掘り出してきた1000円ぐらいで買ってきました。なんか油絵でね、しっかりしてて。待て、ちゃちゃちゃ登るの、そこに。まだね、違う部屋には行けない。行ってもいいんだけどね、片付いてないから、その心配なんだよね。なんで、もう少々お待ちください、他の部屋を見せるのは。うん、入れないようにする部屋とかもあるんだけど、今のところリビングがついてるよねっていう。やっぱさ、なんか倒れてもいいものとかさあるじゃん。倒れちゃいけないもの。まあ、これね、上積み解きするの珍しいよ。これ珍しいよ、上来るの。あ、ネズミちゃん気になったっけ。マルコ下タイプ。こんなところでまた次、明日のニャンネルとかでね、どうだろう、違う部屋に出向できたらいいかな。